よ。みんな朝だね。眠すぎる。おはよう。おはようございます。さあ、ということで今日は昼公演なのでね、14時公演なのでね、まだ暇なんですけど、暇なんでね、朝配信してます。よいしょ。いて、おはよう。ちょっと待ってて。おはよう。あよん。松山城観光中。お、今日日曜日だから混んでいるのでは。まだ朝だからあれなのかな。でも、もしや混んでいるのではないでしょうか。いいね、満喫中だね、愛媛。よき。ちょっとマッサージしながら配信します。足がパンパンです。おはよう。昨日さ、夜お風呂入った後にさ、洗濯してさ、洗濯待ってる間に寝落ちしてさ、洗濯したのが12時だったんですよ。だから12時半に洗濯終わるなと思って、12時半に取り行こうと思ったら12時20分ぐらいまでは記憶あるんですよ。12時20分ぐらいまでは記憶あって寝ちゃってて、次に起きたら2時で、で2時の時はなんでこんな寝方してるのか分かんなかったの。もう寝ぼけてて、であれ、なんでさ布団入ってないで寝てるんだろうって思いつつ寝て、また寝てしまい、その体勢のままね、意味分かんない体勢のままね。で次起きたのが4時で、4時にパッて目覚めたら、ん？じゃ洗濯してんなと思って洗濯物を見に行って残ってたよね。ああ洗濯と思って、乾燥機にぶち込んで、あと乾燥機入れれないやつは干してちゃんと布団に入って寝たわ。それで8時くらいまで寝てたんだけど、だからなんか寝たのか寝てないのかよくわかんないんですよね。トータルの睡眠時間は8時間ぐらい寝てんだけど、ちゃんとした体勢で寝てないのとちょこちょこ起きてたから、なんか寝れたのかちょっとよくわかんなくて、あとなんかよくわかんないけど顔がむくんでるんだよね。おはよう。せっかくいっぱい寝れる日だったのに寝落ちしちゃったから、寝れたような寝てないような気がしちゃう。でも明日頑張れば休みだから無限に寝る。おはよう、みんな。よいしょ。みんなおはよう。日曜日ですがいかがお過ごしですか。眠いね。じゃ
朝はとても眠いでござるよ。ストレッチストレッチ、足をゴロゴロするやつ。よいしょ。今日はいい天気。なんかね、天気良さそうだよね。ちょっとまだ外見てないけど、カーテンから漏れる光で天気良さそうなの分かる。おはよう。試験さん、初見です。ありがとう。おはようございます。眠いか。眠いような気がするな。今日も頑張ります。とりあえずショールーム始めたけど、別に喋ることは特にあんま何もないんだよね。何も起きてないから。昨日の配信か、何も出来事は起きてないからな。あいよん。起きてから何か食べた。朝ごはん食べたよ。今日もお茶漬け食べた。なんか胃もたれするから最近。茶漬けを食べたよ。おはよう。今日自分も5時起きでちょっと眠い。早っ。それは早いし眠いよ。早っ。てかさ、乾燥する季節になってきたじゃんね。もう乾燥してるとさ、歌歌うのが大変でさ、もう本当に息吸ったら喉乾燥すんだもん。そう、嫌な時期になってきたな。さっき起きました。おはようございます。1月9日の松山行きの飛行機は予約しました。1月9日って何ですか。あ、え、加湿器はないんですか。え、だってステージ上で加湿器炊くわけなくない。会場は乾燥してんだな。おはよう。朝お茶漬け流し込むくらいがいい。さらっとね。おはよう。よいしょ。いや、ホテルは別に乾燥しててもしてなくてもマスクしてるから関係ないもん。さやが言ってるのはステージ上の話をしているんだよ。噛み合いませんな。ああそうだ、喋ることあるわ。ジョンマイラブの5期が発表されたのか。5期と東京公演が発表されたのか。あれ、昨日の配信でこの話したっけ。ちょっと覚えてないけど、発表されたね。おはよう。なんか聞くのもミッサーとルンちゃんがやるんだけど、
ちゃんね、菊ちゃん役のほのかちゃん、ちょっとだけ東京でも見たいなと思っていたから、なんかトリプルキャストにすればよかったのになって個人的にはちょっと思うけどね。だってほのちゃんだけ東京公演出れないのかわいそすぎない？全キャストの中で。なあ、キクちゃんを AKB にしたいのはわかるけどさ、ほのちゃんの聞くのも最高なんだよ。おはよう。下尾ちゃんはずっとなんかジャマイラブ出たいって言ってて、でもスケジュール的にやっぱ厳しいやん、選抜やしさ、愛媛にねある程度いなきゃいけなくて、だからね、その東京公演限定という形で、あのあれになりました、実行されましたね。でもそれは結構楽しみかも。みゆちゃんの聞く、てっちゃんはどうなるのか楽しみです。今日もお仕事？今日もね、公演ありますよ。今日な、なんか喉ちょっとカラカラしてるんだよな、ガラついてる。本番までにはいい感じになるかな。ちょっと龍角散飲みます。飲むっていうか舐めます。龍角散トローチ舐めます。東京公演会場バカ広いよ、池袋サンシャインシティのあれだから超広いめちゃくちゃ広いよ多分ね。埋まるかな、どうなんだろうね。まあでも万次郎と高野城が 2.5 次元とかのなんか有名な人だから埋まるのかな、どうなんだろう、ちょっとわかんないです。キャパシティ見よう。800ぐらい、でかっ、800でかっ。おはよう。おはよう。おはようございます。まあ、いっぱい人が来てくれるといいですね。最後見に行こうかな、客として。おはよう。かわいい、ありがとう。今日まだすっぴんだからバブい、顔が幼い。すっぴんだとマジで中学生みたいな顔してんだよね。じゃあなんか一生大人っぽい顔にならん。おはよう。なんかいつもメイクでごまかして大人っぽく見せてるけど、すっぴんだとマジで中学生にしか見えん。だったら大人っぽくなれるんだろう。ケロンさん、くまちゃんライトありがとうございます。それこそさ、下尾ちゃんみたいにさ、下尾ちゃん同い年なのに顔が超絶大人っぽいじゃん、いいなって思うよね。ね、最近のさ、最近のジョーマイラブの楽屋の話していい？さあ、最近菊の役のほのかちゃんとめっちゃ仲良しでさ、
おのちゃんとずっと喋ってんだけどさ、一緒に二人でご飯食べた時にね、あよ、二人でご飯食べた時に、あのさらに自己肯定感が低い話になって、そう、いや鉄の中でもあんまり可愛くないから、すごいなんかうんたらうんたらって言ってたら、あなたは自分が思ってる845倍可愛いってことをこれから毎回思い出してって言った。おもろ、あなたは自分が思ってる845倍可愛いんだから、これから自分可愛くないって思ったらそれを思い出してって励まされた。独特すぎるよ励まし方が。おもろい。おはよう。なんでそんな刻むんっていう、845って800倍とかでもいいのに、めっちゃ刻んでてめっちゃおもろかった。マジで何の語呂合わせでもないんだって、別にただ思いついた数字らしい。ほのちゃんはそういう子です。おもろい。こんな感じでね、楽しく楽屋では過ごしております。あとは何かな、やっぱほのちゃんとばっか喋ってんだよな。小原さんという不思議な人が所属してる事務所なのかな。ジャンクションさんでしょ。でもボケたがりだよね二人とも。小原さんもほのちゃんもボケたがり。あや、ゴム何本目？これ初めて買ったやつ。背中がなんかさ、女王虐殺の稽古中から本番までずっと背中が痛くてやばすぎて、これ買ったんだけど、買ってでもこれでやってもなんか別に何も改善されなかったの。もうやばいと思ったら、なんかあの舞台終わったら背中全然痛くなくなって、あの舞台の何かしらの動きが、何かわかんないんだけど、何かしらの動きが私の背中に負担を与えていたんだと思う。マジ今何の背中も痛くないの。あの時マジ痛すぎてどうしようかと思ってたのに。何が原因だったんだろうな、あれ未だにわからん。背中痛くなるような動き本編中にしてないような気がするんだけどな。マジで謎でした。ずっと痛かったんだよな。なんでこれは今背筋を鍛える、肩甲骨周りの筋肉を鍛えるために使われています。てかさ、なぎなたで筋肉めっちゃついたんだけど、この短期間で。おはよう。楽屋の雰囲気がいいの、いいね。そう、私の女性楽屋全員女性一緒なんだけど、マジで雰囲気いいよ。他の楽屋は知らんけど、男性楽屋は知らんけどね。今日見に行きます、楽しみです。あ、気をつけてきてね。おはよう。マジ泣きなたで筋肉ついたんだよね。細細じゃなくなっちゃった、筋肉がついたことによって。こっち側についた、こっち側ってよりこっち側についた。だからこうやってやった時にここムキってなる。ねえ、筋肉ついて細い腕じゃなくなっちゃったの。ちょっと嫌だな、なんか嫌だ。こっちはついてないんだよ。こっちはついてないからね、比較的細い。右肩って基本右腕で制御してるからさ、右腕だけ筋肉ついちゃった。まあ、あんま太さ変わらんか。
マジで泣き方きついんだよな。なんかこの辺が筋肉痛になるの。この辺が、そう、腕もだけど上半身全体的に筋肉痛になる。でこうやって振ったりした時にここの筋肉使うから、ここマジで筋肉痛、ずっと痛い。そう、あ、手首はね細いよ私。首、手首とか足首とか、首ってつくとこ細いんですよ。そう、どうなんだろう、骨が細いのかな、なんでなんだろうね、ちょっとわかんない、ちょっとわからんのですけど。あいよーん、あいよーん、筋肉量はもともと少ないです。でも手首が細いのは多分あんま筋肉とか関係ない。何でもしますからお願い聞きますと言われたら何を頼みますか。誰に言われるかにもよらない。一番最初に徹した時の筋肉痛もすごそう。一番最初はさ、1ヶ月稽古しててさ、1ヶ月毎日振ってたからめっちゃムキムキだったよね。あとめっちゃ痩せてた、あの時。おはよう、なぎなたは多分痩せるんだと思う。めっちゃ痩せてた、あの稽古期間。今より体重相当軽かったよ。あんなガリガリだったのに顔丸かったな、あの時。不思議だな。ああよ、疲労だな今日。さすがに溜まっている我が疲労。今日5日目だもんね。そりゃ溜まるよね、人間だもんね。セリンは素朴さが魅力。本当ですか、ありがとうございます。よく言われます。派手な顔じゃないからさ。セリンの顔、都会出身の顔してなくない。まあ都会出身じゃないから正解なんだけど、東京生まれ東京育ちの顔じゃなくない、顔つきが。セリンはずっと思ってる。なんでなんだろうね、顔に出るよね、なんか雰囲気って。でも絶対東京生まれ東京育ちの顔ではないのはわかる。朝ごはん食べたのにお腹空いてきちゃった。まあぼちぼち10時くらいに終わりにしようかな。と思っているなう。でも早く終わってもやることないけど、でももう喋ることもない。松山空港到着しました。おお、お疲れ様です。気をつけて移動してきてね。やっぱ土日は県外からみんな来てくれる方増えて嬉しいな。平日はやっぱりなかなかさ、お仕事の休みも取れないじゃないですか皆さんね。あの不定休の方を除き、あれいっぱい来てくれて嬉しい。昨日も
大勢いらしてくださったし、ありがとうございます。おはよう。今日も頑張っちゃうぞ声の調子は悪いけど、14時までに喉をぶち上げときます。喉ぶち開けます。なんだろうな、なんでちょっと今日ガラついてんだろうな。困った。おはよう。はじめまして。はじめまして。まあ10時くらいに配信終わりにしようかな。あんまり喋っても喉に負担だしね。声出しの代わりにショールーム今日してるんだけど、あんまり喋りすぎると逆に負担になっちゃうからね。ちょっと喉休ませてあげようかな。久々の採血でなんか緊張してる。別に変わってるようで変わってないようで変わってるかもしれん。でも見る側が緊張することなんもなくない？別に大丈夫だよ、気軽に見に来て。おはよう。ということでランキング読んで終わりにしたいと思います。13位、バイコゾウさんありがとうございます。12位、ひのにゃんまるさんありがとうございます。11位、たみおさんありがとうございます。10位、まさとさんありがとうございます。9位、超大森うなとり丼さんありがとうございます。8位、かぼちゃ先生ありがとうございます。そのやすさんありがとうございます。6位、ちゅうしんさんありがとうございます。5位、黒ぎつねさんありがとうございます。4位、ともちさんありがとうございます。3位、マンダリンさんありがとうございます。2位、とめさんありがとうございます。1位は、キャロンさんありがとうございます。イエーイありがとうございました。ではまたお会いしましょう。またね、バイバーイ。